がちょっと足りない。うん、あの、いや、あれなんですよ。あの、要は書類が違うのでここで聞いとかないと結局そのお買い取りなのか質預かりなのかでこうあの書類が違うっていうだけなんです。あの査定も若干違うんですけど、あの要は買い取りの方が高いんですよ。だけどあの、ね、あれですよ、あの質屋ってあの別にだから。いらないものをお客様がいらないってもともとおっしゃってるものはお買い取りもしてるんですけど、本来は質屋さんって品物を担保にお金をご用意するのが本来の仕事ですから、あのいやあの手放さない方がいいんですよそうです、あのお客様の大事なものをお預かりするのが質の本来 の仕事ですので、はい、それで、これをお預けになりますと363を、こちらでお預かりっていう金額になると1万3000まで出ます、はいはい、でまあこれもほとんどグラムがそんなにないんで買い取りでも預かりでも変わらないんですけど、あの要はですね、これが1万3000だと要は1040円っていう1ヶ月分この折り底がつくんです。で例えば1万円だったら800円、なので必要な金額だけにされとった方がやっぱり借りられるだけ額が多いと利息も高くなっていくんですけど、今度は3万円超えると3万円を超える部分に対しては利息安くなっていくんです。なので金額が増えるとパーセンテージで下がっていくんですけども、この1万3000円とかだと結局もう全部 8% つくんですね。なので必要な金額だけにされとった方がいいです。あ、はい、そうですそうです。はい、でもちょっとわかりました。実質的に必要なんですよ、はい、大丈夫ですよ。いや全然すいません大丈夫です。じゃあ、 あの質のご説明させていただきますね。はい、じゃあすいません、まずですねこちらの方にご記入をお願いいたします、はい、でちょっとインバウンドのなんか始まってですね、こう一応あの業者でありませんっていうのにこれにチェックしていただいておけば、はい、もうあの個人って分かってるんですけど、一応そういうふう なんか書類を整えないといけなくなりまして、はい、ご協力ありがとうございます。で、あの初めてのお客様にちょっとあのアンケートにご協力いただいてるんですが、はい、私どものお店は何でお知りになられたんでしょうか。昔この辺に住んでて、あ、じゃあもうそれであの、はい、あれですね、もうもともとここら辺に質屋さんがあったなっていうのを知ってらっしゃったわけですね。ですね、ホームページちょっと、あ、そうですか、はい、見ました。あ、じゃあ、ホームページはそのあれですか、どんな検索でうちのホームページに気がついていただけたんでしょうか。あ、いや、もう春待ち質屋、あ、もう春待ち開いて、あ、なるほどなるほど、はい、あ、じゃあもううちが出てきますね。そうです、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、あのどっちでもあのご利用は初めてなので質の仕組みご説明させていただきますね、はいますので、もうしばらく待ってください。これがあの七札になります、はい、で今日から3ヶ月後の1月の26日というのが流出期限になります、はい、でこの日が来ましても、要はそのまあ取り立てとか再相続をしないというのがその質屋の一応スタイルなもんですから、逆に言えばそのお知らせがいきませんの で、はい、なのでこの期限に関しましてはお客様の自己管理でよろしくお願いいたします、はい、で一番折り底が安いのは今日から1ヶ月以内ということになります、はい、なので10月の16日26日に今日お預けになっておりますので、11月の26日までに持ってきていただきますと、あの1万3000円と1万1040円の足したものを持ってこられるとお手元に戻るということになります、はい、
かりました。で3ヶ月以内はもう全然動かしませんので、はい、それでまだこれ過ぎましてもですね、あの私たちはあの要はいらないものをお買い取りするって言った場合はもうお買い取りして翌日にないということあるんですけど、はい、もうこの日が過ぎてすぐ1日後に品物がないということありませんので、はい、あの特にあのお手放したくない商品を質預けにされてらっしゃるので、はい、もし何か取り紛られてあの期限があって気がつあのもし期限が切れてるので気がつかれても諦められずにご連絡ください。あのなるべくもうあのそんなにすぐ急がないで動かさないように置いておりますので、はい、ただもう何年も何ヶ月も経ってもうどうしてもっていう時はその動いてる場合がありますから、まあ、それでも諦めずにご連絡ください。あのうちに店の中にある分には必ずお返しするようにしておりますので、はい、ただ一応取り決めとしましてはこの期限をきあの切れない前に例えば1ヶ月分入れていただいたら1ヶ月分利息が伸びていきます。はい、そういうことで伸ばしていくこともできますし、はい、それからあの少しずつ分割返済もできるんです。なので例えば11月26日に1040円持ってきていただいて、はい、例えば別に1000円とか2000円とか元金の方にも入れていくことができますから。そうなんです、ね、そうなんです。そしたら、はい、入れられた分お利息も安くなっていきます。はい、ということでこれのことなんですけど、あの要はあの分割で減らしていくことができますということです。ただ折り息をそっちのけで先に元金は入りませんので、あの当月までの折り息を入れていただいた上で内金がしていけますので、はい、でそれをされるのに26日にしに来られた方が一番お得になります。でもし26日に来れないときはその前もって来ていただく分にはいいです。過ぎて入れられるとその 何日か分でも1ヶ月分ってつけてわざわざ内金しないといけなくなるんで、なので内金をしようとか出そうとかもらうときはあのこの日までに来られた方がお得だっていうのを頭に入れといた方がいいかれたらいいと思います。じゃあ例えば3000円持ってきて1040円、あ1000円単位、1000円単位が内金、1000円だから1040円と別に例えば2000円なら2000円と持ってきていただくと元金に2000円入ります。わかりました。はい、ということで質量が3万円までが 8% で超える部分に対して 5% でもっと超えると 2% とか 3% でこう安くなっていくんですけど、それはもうあの何百100万単位の話ですから、ちょっとそれはもうあのちょっと頭に置いとかれなくていいと思います。はいはい、で質量はあの今みたいな形であの日にちから日にちで計算します。これ本来厳密に言うとですね26日から25日までが1ヶ月なんですよ。でも1日サービスしている形になっております。なのでもうこの日にちまでだったら1ヶ月分という計算になります。はい、はい、で3ヶ月であの流れますので一応この期限だけは気をつけておいてください。はい、わかりました。はい、で過ぎると、まあ、いわゆる質流れ変になりますけれども、これあのこの仕事だけはきっちりしてませんので、あのこれだけはあのちょっとあのいい意味でルーズにしてますので、あの諦めらずに連絡してください。この間なんか涙流して喜んであったんですよ。もう取ってもらってよかったって言っちゃって、いやいや私自分が逆の立場だったらいらなかったら買い取りですけど、預けてあるってことはそういうことですもんね。そうなのであのそんなにきっちりあのしてませんので、あの大事に預かってますよ。だけどその後の仕事をきっちり日付でとかしてませんので、はい、はい、なので一応あのそれはあのリストってください。まあちょっとそれ当たり前と思ってもらったと違いますけどね。わかりました。ということで、あの折り息を入れていただくことで期限の延長ができます。でさっき申し上げましたように、あの元金に内金ができますので、これ1000円単位であの受け止まっております。はい、でこれも絶対しないといけないというわけではありませんので、その時の、あの、その懐具合で結構です。やっぱり、はい、ある意味 体質がほらあの太っていきなり急なダイエットするとか言ったらほらいけないじゃないですか。 それと一緒です、ね、1ヶ月に1回少しずつただ出しやすくなりますよね。なので一応そういう風な形をおすすめしてますけど、でもほらあの急にいる時ってありますもんね。そうなのであのそういう時にあの無理やり入れることはありませんので、あの期限さえ気をつけていただいておけば大丈夫です。はい、であの質屋に課せられた法律をそあのしっかり守っておりますので、いわゆる無担保で融資する貸金業とは全く別の質屋に課せられた法律を存じさせていただいております。はい、で今日も免許証などコピー取らせていただきますが、これあの無断で第三者に渡すということ一切ございません。はい、でただあの警察の許可を得て仕事してますので、いわゆる警察が何かしらのそのいわあのなんか事件を、ね、追っかけてどうのこうのとかいう時にこう捜査協力することがあります。でこの時にあの奥に来られて閲覧されるんですけども、その時に私たちはこの人見せるとか見せないとかより分けができませんので、一応そういった形で捜査協力をしているという旨あの一応ご了承お願いいたします。ということで一応ご納得いただけましたら今日の日付とご署名とお願いいたします。はい、ですね。じゃあ大丈夫ですよ。はい、でそこにご署名お願いします。はい、でちょっとこちらにも必要なので、左手の人差し指でですね、はい、あの軽くもうペタッと押していただいて、ここにつけていただいていいですよ。はい、あとこちらにもお願いします。はい、すいません。
ちょっとどうぞこちら拭かれてください。すいません、ありがとうございます。で、あ、してますよ。はい。でですね、あのこちらが今説明させていただいたものですけども、あのこれあの重要って書いてありますけど、この紙自体が重要じゃありませんので、あの、はいはい、お読みいただいて内容をご了解いただいたら、これは捨てていただいても構いません、はい、この七札の方が大事なものになりますので、はい、分かりました。こちらの方はあのなくさないようにされておいてください、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと免許証をコピー取らせていただきますね、はい、もうしばらくお待ちくださいませ。しております。じゃあこちらが免許証になります。はい。で、あの営業時間ですけど、あの朝10時から夜の7時まで営業してまして、はい、お正月の三が日とゴールデンウィークとお盆だけはあのまとめてお休みいただいてますので、でその日のちょうど日にちに、今回は重なってませんけど、もし重なった日は翌日に来ていただいても、その分の利息はあのプラスされないようにあのちゃんと計算してしておりますので。わかりました、はい、で、あの急に台風が来たりとかして、もうとても危険な場合ですね、あの臨時で閉めてることがありますけど、もう大体台風の時期過ぎましたから、そういう臨時とかないと、あのもう JR が止まってるとかですね、なんかそこ今ちょっと危険なので、あのそういう時に臨時で閉めることがありますけど、もう今年はなかったですね、それはですね、はい、なのであのたまにそういうことがありますので、はい、いらっしゃる前にあのお電話いただいた、あのそういう危険、あの天気が悪い時のですね、はい、まあ、ちょっとあのご一報いただいてから来ていただいた方がいいと思います。はい、すいません、いえいえ、じゃあ、はい、じゃあお預かりしておきます。ありがとうございました。失礼します。お待たせいたしました。ありがとうございます。すいません、お待たせしてます。あ、一度出られてこちらにいいですか。すいません。すいません、お待たせしております。はい、この場こっちに行ったらいいよ、うん、あ、あのちょっとだいぶ待お待たせする場合ですね。はい、2万と900円になっております。はい、はい、ありがとうございます。あ、ちょうどでございますね。はい、はい、そうですね。なので、今日、あ、今日10月の26日まで入れていただいているので、元金に打金していくこともできます。あの元金そのものを減らしていくこともできます。あの今日ですね、はい、これ10月の26日までちょうど入れていただいてるんですよ、はい、だから元金を減らしていくこともできます。そしたら元金を入れていかれると翌月から利息が安くなっていきます。あの、はい、いっぺんに40万じゃなくて、例えばそのここに2万なら2万、3万なら3万、5万なら5万とかいうふうに、ちょうど今日26日で今日来られてるので、ここに元金に打ち金していくこともできられますよ。今日今月されなくてもいいですよ。少しずつ減らしていかれると、あの出しやすくなりますので、はい、まとめて絶対40万用意されなくてもいいんですよ。はい、初めて聞いた。あ、そうです。いや、これいや見らんですね。いや見てください。いや、あのあれでしょ、質屋としてはそらずっとおりそく入れていただくのありがたいんですけど、あの特に金額が張る方はあの元金に打ち金ができます。あ、なるほど。はい、自分もあの考え方やるとほら、あの最初に40万借りた、うん、はい、すごい助かったから、あね、なんで換金もう別にいいんじゃない。ああ、いや、もうそう言っていただくと大変ありがたいんですが、その要はあのずっと利息ばっか払いようのもねっておっしゃるね、あれって、それでほら
打ち金してったらもうここまで打ち金しとっちゃうけど絶対出そうっていうことで、ほら私も少ないですね、はい、なのでお客様にやっぱほらいらなかったら買い取りにしてあるじゃないですか、はい、預けてあるってことはお客様がほらそれを手放したいと思ってあるわけじゃないから、少しでもお客様にお戻ししたいなと思いまして、そしたら打ち金していかれたら、ね、ほらここまで打ち金しとっちゃうけど悔しいけど絶対出そうって言われたらだんだんなるじゃないですか、っていうのでなんかね、そういう仕組み頑張って取り戻します、わかりました、いやというか大丈夫です、これだけちゃんと打ち金してあったら、あの預けてが利息入れてあったら大丈夫です、じゃあ大切にお預かりしておきます、はい、ありがとう。